ジャニーズ事務所内のジュリニとジャニー派の圧力、平野紫仕様の退場とジュリー社長派の分かりやすい出世、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺裕太が滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、株式会社とべに合流すると発表された。 ジャニーズ事務所内では、ジュリー社長派とジャニー派の間に圧力があり、ジュリー社長派の長瀬角、道江俊優、不所引き、正門領記のようなジュリーにと呼ばれるタレントが出世している一方で、ジャニー派の平野使用は退場せざるを得ない状況になったと報じられている。 この記事では、ジャニーズ事務所内の派閥とタレントの動向について分析し、ジャニー派とジュリー社長派の対立が、タレントのキャリアにどのような影響を与えているのかを探っていく。ジャニーズ事務所内のジュリーにとジャニー派の圧力が話題となっている。元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺勇太が滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社。 株式会社飛べに合流し、その後のファンクラブとインスタグラムの解説によって注目が集まっている。平野紫耀と神宮寺勇太のジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台に進む決断は、彼らがジャニー派ではなくジュリー社長派であるとの見方が強まる一因となっている。ジャニー派は、 コンサートや舞台などのステージを中心に活動することを重視し、その背後にはジャニー北川氏の影響が大きいとされる。一方のジュリー社長派は映像系の仕事に注力し、ジャニー派とは対照的な方向性を持っているとされている。ジャニー派とジュリー社長派の違いは、タレントのキャラクターや活動にも影響を与えていると言われている。 ジャニー派は、やんちゃなタイプのタレントが好まれる傾向にあり、ジュリー社長派は、素直に言うことを聞く優等生タイプが好まれるとされている。ジュリー社長派の中でも特に注目されているのが、長瀬角、道江春優、不書引き、正門領機と呼ばれるジュリーに立ちだ。ジュリー社長や将来の社長候補とされる A さんに気に入られることが重要視され、 ジュリー社長派のプッシュを受けるタレントたちが出世していくと言われている。特に長瀬角はジュリー氏と親交があり、道江春友や不書引き、正門領記もジュリー社長に近づいていると報じられている。道江春友は、長身と甘いマスクで人気のあるタレントであり、実力派の俳優としても注目を集めている。 彼は、近代一少年の事件簿の5代目近代一人役に抜擢されるなど、映像系の仕事でも活躍している。不所引きもまた、テレビ番組、VS 魂で抜擢されるなど、ジュリー社長のお気に入りとして活躍しているタレントの一人である。彼は映画、胸が鳴るのは君のせい、で主演を務め、将来の活躍に期待が寄せられている。 さらに、関西 JR の中でもジュリー社長のお気に入りとされる正門料記は異例のソロコンサートを開催し、注目を集めている。彼のグループ A へ。グループはすでにデビューが決定しており、ジュリー氏がスタレントをプロデュースすることも確認されている。これらのタレントたちは、ジュリー社長の影響力によって出世の道を歩んでいると言えるだろう。 一方、ジャニー派とされる平野耀は退場決意せざるを得なかったとされている。ジャニー派はジュリー社長派ほど出世の機会が得られないとの見方がある中、平野使用は新たな舞台を求める決断をしたと報じられている。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。 ありがとうございました。